まあじゃあ YouTuber だね。一緒に踊ってあげて。おめでとうございます。本年もひまわりチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのおーちゃんとまーちゃんです。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日は2019年1月1日でございます。お正月でございますね。はい、はい、お餅食べたい。お餅食べたい。あ、まだまーちゃんお餅食べてないの？うん、はい、今日は2018年も終わって2019年年が明けました。はい、お正月といえば何ですか？お年玉ですよね。1回目で正解しちゃいましたね。早い。カルタとか。あ、カルタもあります。他には何ありますか？お餅。お餅。あ、福笑い。そうそうそう。でもおせち。あ、おせちもありますね。楽しいことがいっぱいのお正月。はい、やっぱりまーちゃんとかおーちゃんみたいに子供は一番楽しみなのはお年玉じゃないですか？めちゃめちゃ嬉しい。お年玉でお小遣いたくさんもらって普段ね買えないものとか買いに行ったりするの楽しいよね。まあお金じゃないんですけど、ちょっとひまわりチャンネルもお正月は特別にお年玉企画をやりたいと思います。お年玉イエーイ。それじゃあですね、今日の企画を発表します。じゃん、お年玉争奪お正月カルタ大会。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。はい、パパは普通の格好なんですね。はい、お餅の格好すればいいじゃん。あー、お餅のコスプレにすればよかった。はい、そして皆さん後ろのやつ気になってると思うんですが、はい、実はこの中にお年玉の代わりになる景品が入っております。2019、お披露目。はい、これは実はね、この表面をね薄い紙で覆ってるんですよ。なんでパンチして開ける駄菓子屋さんにあるやつ、あれなんていうの？パンチ。知ってる人はコメント欄に書いてね。書いてね。パンチ。パンチ。パンチ。穴開けサプライズ。クリスマスのアドベントカレンダーみたいなね。そうだね。うん、はい、あんな感じのイメージで作っていました。はい、全部で12ボックスありますね。はい、この中にね、当たりの景品と外れの景品が入ってますよ。そうだね。人生そんな甘くない。そしてまー、あ、ちゃん、おーちゃんチームとパパチームに分かれてカルタ対決をしてもらいます。え、チーム。そして取ったね、カルタの札の裏を見ると、うん、ね、当たりにシールが貼ってあるんですよ。おー、はい、私の幼稚園のカルタなんだ。はい、おーちゃんがね、クリスマスに幼稚園でもらってきたカルタです。サンタさんがプレゼントをくれたんだよね。そうですね、サンタさんにもらったプレゼントだね。うん、普通のやつはこんな風にシールが貼ってありません。はい、こっちがね、当たりのやつですね。こんな感じでシールが貼ってあるんですよ。こっちが当たりじゃないんだよね。はい、シールが貼ってあるカルタを取ったら後ろのボックスを一箇所選んで開けられます。おー、はい、当たりが出るか外れが出るかは運次第です。あ、ね、もう一つルールありました。なに、なに、なに、なに。シールが貼ってあるのは11枚だけなんですよ。最後のワンボックスは取れたカルタの札が多かった方が開ける権利があります。おっしゃー。よし、た
くさん取ってなおかつシールがある札をたくさん取った方が勝利だからね。まあ勝ち負けあるのか分かんないけど。じゃあ負けた人は何？お年玉の景品がもらえない？負けないぞ、はい、負けないぞ。でパパ対まーちゃんおーちゃんチームで早速カルタ対決やっていきましょう。負けないからな。あれしやってもじゃあ意気込みを教えてください。まーちゃん、私は冷静に頑張っていきたいと思います。冷静もうはぁはぁ言ってんじゃん。体力はある限り戦います。よっしゃやっていこう。じゃあ早速いくよ。負けないからな。負けないからな。パパその格好なのはさ、あの膝が悪いからですか？そうです。みんなさしてください。じゃあいくよ。はい、ファイト。目を出せ、歯を出せ。あ、おお。あ、貼ってません。あ、貼ってない。よし、残念。じゃあ次いきます。森で見つけたお菓子のお家。あ、お、じゃあまーちゃんとおーちゃんチームだからさ、2人で相談して。じゃあこれ謝る。はい、ちょっと待って、何でしたの？あ、だよね、私たちは歯を開けます。はい、わかりました。いっせーので。お、なに？お、なになに？あー、お菓子いっぱい。わー、すごい。後ろになんかでっかいアルフォート入ってた。ほんとだ。この景品はお菓子1万円分でした。おめでとうちゃん。おめでとう。ありがとう。優しい。あげなくていいよ。俺の顔見てみたいな。ありがとう。しょうがないな。コインチョコもらった。ありがとうございます。ありがとう。長いサケルチーズ食っていい？いいよ。おーちゃん、いただきます。おいしい。おいしい。おお、出た。うわ、すごい。これ1億円。軽減税率800万円。どういうこと？よし、じゃあこのもらった金塊のお菓子いただきます。はい、まずこのまま食べていきますね。いただきます。はい、ガブ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 。うん、甘い。おいしいね。おお、なんかすごいいろんなお菓子あるね。ねるねるねもある。ペペロンチーノ、あと巨大ミルクキャラメル、大粒コーンポタージュ、ポッピンクッキンのクレープ屋さんだ。あ、セボンスターあったよ。わお、わあ、ポッピンクッキンのドーナッツ、ほら、ロッテのチョコパイ、コアラのマーチもいっぱい、ベビースターラーメン、ベビースターラーメン、チョコボー、あとチョコビも入ってたもんね。うん、これはしばらくおやつに困らないな。はい、おめでとうございました。はい、悔しい。一つ目はまーちゃんおーちゃんが大当たりでした。私運がいいかもよ。ママももうどんどんやっていきましょう。いきますよ。次負けないよ。ファイト。やっと抜けたぞ、大きなカブラ。さあ、あ、なかった。あ、なかった。雪の夜道をお地蔵さん。はい、あ、あ、あ、シール。あ、すごい。あ、シール。すごい。さ、パパ大丈夫？パパの近くにあったのに。パパやべぞ。よし、じゃあ2人、今度はどれを開けますか？私たちは1を開けます。はい、じゃあ1開けちゃってください。せーの。ダメじゃ。お、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 カラーボールでした。
っと楽しかった次はもう曲げられない。ファイト。えっちらおっちら靴作り。えっちらこっちら靴作り。えっちらこっちらこっちら。どこ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 だ。おっぱいチーラ貼ってない。あっあった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 。えすごい。スタロニー。すごい。じゃあパパが開けますよ。なんだ、開けさせるわよし、パパルレでやる。ピッ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 何入ってると思う？だって当たり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 出してみせる。せーの。なんか何もない。え？あ！あ、雨？虫！原産国アメリカ。舐めてみますか。じゃあねえねえ、あのね、日本ジャック様ね、あのね、あれよりもっとすごいよ。サソリ原材料名ミルワーム。うわー、ミルワームとかマジや。名前忘れてたの、ミルワーム。え、じゃあこれ開けたら食べなきゃいけない。食べてください、もちろん食べてください。私も食べてみたい。とりあえずパパが代表でちょっと一回よく見せてもらえますか。はい。うわー、これ、うわー、気持ち悪い。慣れてくると結構大丈夫みたい。いや、私は絶対無理だわ。皆さん、はい、見苦しい映像となりますがすいません、新年一発、いただきます。おいしい。あ、おいしいわ。あ、まー、あ、ちゃん食べますね。はい、どうぞ。全然平気。うちうち。なんか尻尾のとこちょっと見てみ。なんか出てる。尻尾のとこ出てるでしょ。え、出てる、出てるかな。出てるよ。わかんないな。そこかじるの。どうやってかじるの。ちっちゃいよ。抵抗抵抗ある。どんな感じ。ザラザラ。あー、めっちゃ尻尾出てる。ほんと。あー、めっちゃ尻尾出てる。あー、出てる出てる。あ、この角度わかる。結構出てる。これね、ちゃんと食べられる飴ですね。そりゃそうでしょ。大丈夫。どう、出た出た。うん、出た。食べた。うん、サクッとしてほしい。まーちゃん食べてる虫。まーちゃん YouTuber だね。ちょっと水洗ってきたからさ。食べたい食べたい食べたい。いやー、何やってんの。え、まーちゃん食えんの。まーちゃんね、歯で削って虫食べてるんだけど。パパだって負けらんねえぞこれ。あ、聞こえる。サクサク。うわー、サクって言った。言ってる言ってる言ってる。え、嘘。ポップコーンの焦げたとこの感じするね。サクサクして。もうやめて、これ以上私が耐えられない。家族が虫を取るなんて。次でやりましょう。もう私耐えられないよ。いいよ。ファイト。鎖で縛られ小人の木。早っ早っ。はい、開けなかった。いいですね、シール。煙もくもく、ひげもじゃもじゃ。おばちゃん、いいや。ハッ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 。勝手な。よっしゃー。コロコロコロリンス、トントン。あ、おお。勝ってた。勝ってました。君たち、なんかペースがすごいよ。はい、じゃあこちらの中から、はい、まーちゃんどれ選ぶ。え、どにする。と、私たちが開けるのはこれ。せーの。出てくる出てくる。やったー。
まーちゃん、おーちゃん、総当たり！総当たり？これ当たりじゃね？これは箱に詰められる分のうまい棒です。じゃあママ好きなチーズ味食べていいかな？はい、どうぞ。ありがとう。チーズ味いただきます。はい、何番もありますよ。ちょっと出てる出てる。いらっしゃいませ。どれにしますか？これ。はい、わかりました。こちらでございます。あ、いや、ちょっと出してた。なんでうまい棒こんなうまいんだろうね。うん、え、うまい棒だからだよ。うまい、うまい棒一本。最強。もう負けらない。はい、じゃあ行きます。ファイト。サメを騙してぴょんぴょんぴょん。あー、貼ってありませんでした。わかんねー。ヒヒン、ワンニャン、ネコッコ。おぉ、あー、当たる。すごい、なんか2枚に1回出てくるんだけど。カルタ弱くねえはずなんだけど。まーちゃん、おーちゃん、すごいな。もうね、4箇所空いてますからね。残りは8箇所。いくよ。はい、私たちはロー開けます。はい、せーの。あはははは、獅子舞だ。お正月といえば獅子舞。まーちゃん踊れる？ほら、誰か踊れそうな人いない？母さん。何、何振ってくんだよ。それっぽい、それっぽい、それっぽい。一人で暴れてる。一緒に踊ってあげて。くっせーこのマスクの中。これは何当たりなの？これは外れですね。はい、なんか私も当たりなのか外れなのかよく分かんなくなってきました。はい、まーちゃん、おーちゃん、外れー。面白い。お正月といえば獅子舞、縁起物。噛まれると幸せになれるよ。厄が落ちるのかな。うっ、うっ、うっ、噛んで、噛んで。はぁー、ガブ。おっ、ガブ。カメラの前でみんなのこと噛んで。ガブ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 ー。ローは、獅子舞でした。残ってるのはあと7箇所ですね。じゃあいきますよ。ファイト。船はたちまち動物園。はぁー、船はたち動物園。骨折りゾンビ。はい、はい、メイキー。入ってない。はい、お、あ、入った、入った、入った、入ってる。この2枚に1枚ペース。よし、開けるか。ハズレ、ハズレコールが出てますな。ハズレ。よし、パパは何を開けるのかな。中尾アキラですか。それ岩さんだし。もののけ姫の毛。皆さん、いきますよ。はい。ハンドパワー。でん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 。あ？なんか手応えある？何もない。ないの？え？おみくじ。おみくじ。何これ？はい、じゃあ突然ですが。2019年ひまわり家占い。あ、じゃあどうぞ。私、いい年になるように。せーの。お、私、いい運勢になりますように。2019年いい年になりますように。同じ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 。はぁー、おー、ナンバーワン。はい、あ、じゃあママ番号書いてあるの？はい、ママ21。え、じゃあおーちゃんから行くよ。花みくじ、はい。おーちゃん、なんですか？中吉。あー、でも悪くない悪くない。おちゃん、ちなみに何聞きたい？苦いこと？進学？給食？給食？デート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 ？信じて会いましょう。信じて会いましょう。会いたい。結婚もあるよ。結婚、結婚、結婚。結婚知りたい？疑念を抱かず船出せよ。そのまま行ってよしってことね。いいやつ、座りなさい。大好きな人がいるんだね。まーちゃんは、うん、お、末吉。はい、はい、ちなみにまーちゃん何聞きたい？健康かな。健康、結婚。あ、結婚。結婚。病院あり、
他にお待とうな。他にも聞きたい。横島な愛は身を崩す。横島な愛ってね、そこに愛があるんだ、ね、かじゃあ次パパ髪目が見えた。大吉。すごい、すごくない。何何家庭。軟弱な心では親にはなれません。頼れる人になれ。軟弱だったのか。はい、じゃあママ小吉。あ、家庭。小さないさかい王子。思いやりの心を持つこと。じゃあね、占いの書いてあったことをちょっと心に留めて、はい、今年1年頑張りましょう。はい。ちょっとね、出過ぎですね。あ、当たり残り6個半分になりました。なかなか、じゃあいきますよ。なかなか当たり出ないよ。ファイト。マッチが燃えて、はい、シールありませんでした。いきます。鬼が差し出す宝物。はい。おお、早落ち。待ってない。シールなし。スルスル伸びろ。豆の木の色。はい。ああ、ほんとだ。おお、マジで言った。はい、残りまだ空いてない場所が2、9、目、こ、よ。はい、どれにしますか。私たちは2を開けます。はい、じゃあどうぞ開けてください。せーので。なんだ。おお、サンリオバダコ。はい、これは小当たりです。小当たり、イエーイ。じゃあこれは後日ね、たこ揚げしに行きます。イエーイ、いいね。じゃあどんどんいきますよ。はい。ファイト。木こりがもらった金の。あ、よーっ、すごい。待ってドランちゃん。月の世界でさようなら。はい、待ってなかった。高すぎるだろ。空と空がポンポンポン。せーの。待ってー。全然出ないね。シールが貼ってある確率が上がってますよ。大変だ、誰かに飲まれて空っぽだ。パパの番。やったとすべて。はい、じゃあ残り5箇所。じゃあ、ここパパはこうあげます。どうぞ。え、いつもなん空っぽなんだけど、俺開けたもの全部。臭いやつ。臭いやつ。え、もう一つ、もう一つは何。もう一組は何。あれじゃない。これはキッズ用のブルゾンチエミのモノマネセットです。そしてもう一つはこれおならスプレーですよね。まーちゃん、おーちゃんが当てたらブルゾンチエミのモノマネ、パパが当てたらおならスプレーです。じゃあちょっとティッシュにシュッシュして蓋閉めますね。ここでシュッてしたらさ、超臭かったらどうしよう。ねえ、もう。曇ってる。わあ、ちょっと準備してる段階でもめっちゃ臭かった。じゃあ、あの思いっきり吸ってね。鬼だな。パパ頑張るよ。応援してあげて。パパ頑張れ。パパ頑張れ。パパ頑張れ。パパ。ふたしめて、ふたしめて、ふたしめて。ぐっそ、ぐっそ。なにこれ。すごい、予想、すごい匂いだ。なんかね、リアルなね、これ。リアル。あー、最悪これ。かきすぎて、鼻水出るんだけど。じゃあ、いきますよ。ファイト。チュンチュンスズメ、お宿はどこだ。はい、貼ってません。はい、残念。トントンパタパタ、布を折る。トン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 。はい。おお、貼ってません。トン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 、ひなの2本。薄か塩でろ、お金でろ。パパだなぁ。うわぁ、違ってない。おお、貼ってある。
ちょっとパパもいいもの出るといいね。いや、ほんとね、中身何入ってるかちょっとパパ知らないので、どれ開ける？パパ、目を開けます。はい、お願いします。よし、目は何入ってる？いや、何もない。はい、目は空気でした。パパ、大外れ。すごいな、パパの引き。先よりはいい。あとカードが9枚。はい。あと、当たりは2枚ありますからね。ファイト。灰を撒いたらパッと吐く。キャブキャブキャブ。ネズミチョロチョロ、笛吹きピーピー。チルハってない。ハッピーアルミスさん、まーちゃん、おちゃん落ち込んでます。どこ開けますか？9とおよが残ってます。これいいよ。じゃあ、まーちゃんの言う通りにします。まーちゃんの助言を受けて、どこ開けますか？よお、これはお正月セット、超当たり。あ、これはカイトだね。洋風だこってやつね。トマ回し。あ、やりたい。だるま。だるま落とし。あれ、でもなんかまーちゃん、おーちゃんが当てたみたいな雰囲気になってるけど、大丈夫ですか、パパ？いいんだよ。あとは、ブアライ。あ、ごいた。綺麗な模様。はい、ね。じゃあ、これはまたお正月の遊びの動画でやりましょうかね。はい、じゃあいきますよ。ファイト。のんびり昼寝、ごゆっくり。はい、あ、ホテル。ホテル。ホテル。最後行こうじゃん。どれにする？9とおだけしか残ってません。私たちはおを開けます。止まっていくの？ずつきで行くの？気をつけてね。気をつけて、何入ってるか分かんないからね、パパ。予想した割に。目録、まーちゃん、おーちゃん、大当たり。なんか入ってる。なになになに、何これ？スパリゾートハワイアンズ旅行、ハワイアンズへの旅行が当たりました。本当です。マジで？マジです。当たりのシールが貼ってある札はありません。あとはね、枚数を競い合うから、なるべくたくさん取ってくださいね。ファイト。わら一本からお金持ち。はい。結んで飛んで屋根の上。はい。パパだ。夏は働き、冬は楽々。うるさい。逃げて帰ってレンガのお家。脱げ脱げマント。はい。どっちが早い？まーちゃんかな。最後。頭。火事だ、背中がボーボーボー。まーちゃんだな。はーい。はーい。それじゃあ、かじたの札を数えましょう。まーちゃん。じゃあ、いきますよ。1、2、3、14、15、16、20。どういうこと？あれ、パパ出してなくない？パパ。パパだと中古の時代にはもう手札ないよ。え、15、15。まーちゃん、おーちゃんの勝ちはもうパパの勝ちじゃないから。まーちゃん、おーちゃんが最後のボックスを開ける権利を得ました。イエーイ。でも当たりか外れか分かんない。まあ、そうですね。じゃあ、じゃあもう9開けましょう。じゃあ、まーちゃん、最後のボックス開けてください。アップでいきます。お、お、あれ、でかいでかいでかい。お、でかい目録。でかい目録。トイザラス、ギフトカード10,000円。おめでとう。10,000円分のおもちゃ買えるよ。イエーイ。連続
紙切りやこれ。じゃあそのギフトカードを後でプレゼントしますので、トイザラスにおもちゃお買い物に行きましょうね。はい、おめでとうございました。はい、お年玉争奪カルタ対決終了しました。よしよし。結果当たりはほとんどまーちゃんお茶が当てて、外れはほとんどパパだった気がするんですけど、まーちゃんお茶なんか当たりいっぱい出ましたけど、どうでしたか感想。全部楽しかった。そう、バーンって破ったり、うん、いろんなものが出てきて面白かったです。バーンって破れました。パパのお年玉もらうよりもこっちの方が全然いい。はい、じゃあね、その目録で当たったハワイアンズ、はい、行きましょうね。ナイス。おもちゃも買いましょう。わー、はい、はい、その他にね、お正月のおもちゃセットとかタコとかは、はい、また別動画で遊んでるところを動画にしたいなと思います。そうね、はい、はい、こんな感じでひまわりチャンネルは今年もいろんな動画を作っていきたいと思います。はい、本年もどうぞひまわりチャンネルをご愛顧のほど、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあいつものエンディングで終わりましょう。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ、また見てね。バイバイ。かわいいかわいいけど、お正月楽しい。ガオガオガオ、あー痛い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 。バグ、あー女に生まれてよかった。ブンブンブブンブンブンブブブンブブン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 。クリちゃん、仕事仕事。え、元彼のことが忘れられなくて仕事に集中できない。ダメうまい。じゃあ質問です。味がしなくなったガムをいつまでもいつまでも噛み続けますか。新しいガム食べたくない。元カーガムと一緒、味がしなくなったらまた新しいガムを食べればいい。だって地球中に男は何人いると思ってんの。36。ペペ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 ペ。あと5000万人。グタグタ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。